皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。興味をくりまったりと始めていきましょう。本日はね、麦茶をいただいております。さて、先日からね、あの高松宮記念からね、予想の方をねアップしてるんですけど、やっぱりね、あの昔のようにはいかないなっていうね、ねえ、あの素人 YouTuber がね、あのいい時代は終わったのかなっていうね、はい、始めていきましょう。まあ、僕はまあ基本ね、あのゲーム実況やってますけど、自分が楽しんでるだけなので、もちろんね、皆さんをなんか笑わせたいという気持ちは常にありますけどね基本自分が楽しんでるだけですからね、はい、やっていきましょう。入球 OK 出てるんですね。ジャンクジャケット、ごめんなさいジャンクガジェットの子供ね、このまま、ひょっとしたらね、あの完璧な配合を作る、ね、基礎の牝馬になるかもしれないので、まあ、名前つけましょうか。はい、もえ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 、全部一緒ですねもえもえでいきましょう。はい、ね、もえもえになってほしいですよね。基礎牝馬やっぱり燃えますからね。エアグループとかやっぱり燃え馬でしょ、ね、エアグループとかダンスパートナーの品系そんな発展しないか。ね。あの、ね、エピファネーヤ。シーザリオね。シーザリオとか、モエマーじゃないですか。ね。モエマーヤンキー厩舎に入れないとね。柳さんのね、あの、娘さん、ね、よく話されてるんで、はい。モエマーになってほしい。馬体いいんじゃないですか、この馬。ね、馬体がなかなか良さげで。これ今走るんじゃないかな。ね、押しも大きいし。ちょっとね、馬体見るの最近楽しくなってきましたね。うん。ただね、あの、お尻が小さい馬、トモが小さい馬でも結構走ったりするんだよね。これ、ターちゃんお尻でかいな。ターちゃん走るんじゃないですか、この馬。ジャングルポケットに踊るポンポコリン。距離がさ、よくわかんないんだよ。スタミナっていうのがよくわからなくて。確かに肩の筋肉だよね、これね、スタミナは。肩の筋肉が大きいとスタミナあるの。肩の筋肉が小さいとスタミナあるの。どっちかな。小さい方がスタミナあるのかな。ということは、やっぱりシルフィードよりターちゃんのが肩の筋肉は丸いじゃないですか。大きいじゃないですか。ということは短距離寄りなん、どうなんですか、どっちなのかな、わからないんだけど。うん。さて、始めていきましょう。それでね、まあ、前走ね、アエンボスね、七夕賞ね、人気、低人気で惨敗したんで、もう引退させましょうか。ね、はい。どんどん進展させていきたいんで、引退させるわ。はい。うん。はい。それで牧場の方は拡張して、シボバは入れるようになったんだよね。はい。シボバはいけるんで、まあ、タフボーイもね、スプリンターズステークスまでプレイして、まあ、それでダメだったら、まあ、諦めて引退させましょう。はい。うん。パパと踊るはまだいけるかな。ね。はい。うん。まあ、このあたりもお任せでね、やっていきましょう。まあ、期待はね、もちろんスピーコメーバーの桜吹雪ですね。はい。さて、やっていきましょうか。調教ですね。まあ、ダート中心ね。まあ、距離ね、機械賞持つか分かりませんけど、やっぱり機械賞をね、活かしたいんで。まあ、その前に夏場にね、なんか使って、セントライト記念叩いて機械賞。4戦使えると思うんでね。まあ、3戦は絶対使えるので、まあ、新潟記念あたりを、小倉記念あたりを使ってから、セントライト記念出して、ね。それが理想ですかね。うん。まあ、スタメン調教中心にね、やっていきたいと思います。ダービーは全然距離大丈夫だったんで、むしろ、あの、瞬発力やね。瞬発力、販路ちょっとやっておきましょうか。ね。はい。まあ、ダヴィンチコードもね、あの、3歳ながら2勝してるんで、まあ、前走は不良馬場で2着だったんだね。これは短距離かな、やっぱり。どう？馬体見たらパワーはありそうなんだけどね。うん。蹄が小さいのがダート向きなんだよね、確か。このまま蹄大きいから。おそらくね、あの、ダート合わないと。まあ、それで、つなぎが寝てるっちゃ寝てるかな。不良馬場はあまり得意じゃないのかな。どうですか。まあ、白川特別ね。行きましょう。うん。あと、新馬は任せましょうね。うん。翌週。なんでしょう。繁殖牝馬か。繁殖牝馬は今いらないかな。牧場いっぱいか。ね。うん。おー、ヒット。トラーがね、まあ、この馬どうなんですかね。まあ、魔女関係の名前つけたいということでヒットラーってつけたんですけどね、うん、ヒットラーの予言とか皆さんご存知ですかね。僕はオカルト好きだったんで、中学時代ヒットラーのなんか1999年以後っていう本があってね、
後藤弁さんちょの読んでましたね。ハマりましたね今何年だよっていうね、まあ、報復だしかありません。はい、後藤弁さんの本大好きでしたね僕はね。まあもちろんあのノストラダムスの予言とか信じたわけではなくてね、全く信じてなかったので信じてたら野球なんてやってませんからね、うん、あんなきつい練習ねさて白川特別いきましょう。うん、武豊ジョッキーに乗ってもらおうかね。まあ、今週お菓子を予想やらないでいいかな全然自信ないので、うん、あらこれダート戦、まあ、武豊ジョッキーにお願いします。はい、メキエールがねノリスさんでしょ、おそらくね。どうなんですか、ターちゃんダート場なの子供は。まあ、パワーありそうやね。ひずめはねそこまで小さくないよ。ダート走るのかな、芝向きじゃないこれ。まあまあ、まあ、まあダート使いたいみたいなんで使いましょう。はい、うん、ターちゃん走るんじゃないこのままね。馬体はいいよ、お尻大きい、トモ大きいよ、うん、ねえジャングルポケット3区で絶対ターちゃんってつけるよね俺ら世代はねジャングルの王者ターちゃんだからね。でジェシーと結ばせてね、ジェシーってねあのすごい美人だったんですけどね、若い頃はなぜか身長が縮んでデブになってるみたいな、うん、懐かしいな。桜吹雪もね調教していきましょう。まあダートアスいっぱいやります。あ、それで販路やりましょうね。販路ダービーでやっぱり里のダイヤモンドにスッと引き離されたところはやっぱり瞬発力不足ですよね、加速力不足かね。やっぱり販路をちょっとやらないといけないなっていう。まあただ京都はね、あの菊花賞は直線差がないからまだマシなのかな。まあ、これ小倉記念持ってきましょうかね。小倉記念早いか、小倉記念は小倉記念早いね。ということはやっぱり新潟記念か、札幌記念新潟かな、うん、新潟からセントライトは早いしね、やっぱり小倉かね。ハンデ戦ですよね、まあ、つかめましょう。はい、戻ってくるかどうかね。さてダヴィンチコード、ダヴィンチコードもね、まあお腹がちょっと巻き上がってるんでね、健康が悪い、それともタフさがないのかな、どっちかだよね。健康がお腹が巻き上がってるのはさ、ちょっと腹のなんていうんだ、付け根部分が巻き上がってるっていうかね、ガレ気味じゃないですかね。ガレ気味っていうのがふさわしいかわからないけど、あ、もうやってるね。はい、さていきましょうか。うん、ダビスタね、やってたんですよ。だからアップデーの後ね、あのもう一つの牧場でちょっとやっててハマってたんだけどね、うん、まあ、面白くなったよねやっぱりね。神アップデーって言ってるけど、ただ差し追い込みにね言うほど決まらない感じがするんですけど、逃げ先行はもう安定して走るなっていうね、うん、まあこういうのもねスルメゲーだからね、スルメゲーだからまあね、あね、あターちゃんやっぱりすごいすごくないこのまグリグリだ。まあお任せでいこう。宮地タイガーね、宮地タイガーそことか走るまかな、いかしょレース。ダビスターね、なんか飽きてもまたやりたくなる時があって、さて行きましょう。ダートだからねこれね、ダートはどうなのかな。そんなね、ひずめはそんな小さくはなかったので、ただターちゃん走ると思うな。これ入球時期は6月1週でしたっけ、普通型ですか、ね、まあ、スキップできます。まあ、先行ですかねこれね。ちょっと前がね、宮地タイガがかなりいい競馬してるんでね、これ前残られたよ。さあ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 、ちょっと伸びない、ちょっと伸びない、伸びない、いけいけ、最後グイッとグイッとグイッと、きたきたきた、さあ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 、ターちゃんターちゃんターちゃん伸びろ、ダメだダメだね。1分8秒9か、まあ 1150m としてからね、ちょっとね、うん、まあいい競馬でしたけど、ダート馬なんてかね、まあ、ちょっと芝でも走ると思うんだけど、うん、さてダヴィンチコードがね、まあ、両馬場でオースミスパークか、うん、ちょっと問題ないですね。ダヴィンチコードも早めに諦めた方がいいかな、ね、まあ、レース来ます。先行でもね、ほとんど先行、逃げ先行はほとんど壁にならないので、やっぱでも差し追い込みはねまだやっぱり詰まる時あるね、うん、まあね、ダビスタとはまあ何年も付き合っていくことになると思うんでね、うん、
ウィポの方はね2021が出ますけど、まあ、僕はちょっと気合入ってないんだよね正直。例年気合入ってるんだけど、今年はもうちょっと伸びないんじゃないかなと思ってね、もうちょっと諦めの気持ちがあってね、実況に関してはあまり。だからその発売日でね、あのゲームが届いてもね、そんな連投とかしないと思うんですよね。もう自分のペースでやっていきたいので、はい。まあ、ダビさんもやりながらね、まあ、チャンピオンジョッキーもね、あのやってくださいという声があって、あの面白いコメントがあったわ、なんかチャンピオンジョッキーで。あれってジョイコンでやれるんだよね、ムチのさ、なんか動きで。それをさ、自撮りで映して、なんか、やってる人いるやん、でも、なんか見たことあるんだけど、すさせ、届かないね、やっぱりダビチコードダメやな、諦めるか。ちょっと2勝クラスでしたっけ、これ。このクラスで勝てないっていうのはダメじゃないですか。ダヴィンチコードダメだと思うわ。ねえ、そのムチ打ってさ、そのムチ打つ格好してるところをなんか映してっていうコメントがあったんですけど、どうですかね。ねえ、面白いけどやりませんってコメ返ししたんだけどね。さて行きましょう。パパと踊ろうね、アビス様ダッシュと、はい。 1000m はどうですか、この馬。63キロか、まあ大丈夫でしょう。はい、たけし、横竹ジョッキーでね、はい。ストレッチマンはどうですか、どうですか。上半身は結構立派だけどね、トモはやっぱり小さいかな、これ。まあどうですか。ストレッチマン、ダヴィンチコードやっぱ馬体いいよね。ストレッチマンやっぱ華奢やな、小さいだけ。あ、両方ともでかいんだね。魔法使いサリちゃんちょっと長いね。青空ちょっと早熟だからね、これはね。シルフィードちょっと華奢かな。ターちゃんやっぱごついだ、これ。468でなんか数字より大きく見せるよね、ターちゃんは。ヒットラーちょっとあかんかな。萌え萌えはでかいね。ターちゃんが今な感じするよ。ターちゃんちょっとどうしよう、芝使おうかね。まあ、1200m 使いますね、はい。新潟競馬で下ろします。いきましょう。ターちゃん楽しみですね。ダヴィンチは苦しいんじゃない。ダヴィンチ戦にが短い、まあ、今までねマイルス戦使ってで、マイル戦では結果は出てない。マイル以上は使って、あ、そうか、このまま1082着してるじゃん。距離持つんじゃないの。ちょっと距離伸ばそうよ、これね。ね、今までちょっと距離が短かったのかもしれないよ。信濃川特別 2000m 使います。案外距離ね、ディープブリリアンテマリア、まあマリアがね短距離馬だったんで、どうですかね。吹雪ね、長距離していきます。この馬はもう超期待ですから、ね、G1 勝ってもらわないとね、困るんでね、はい。もうスピッコメバーなんで、この牧場初めてだよね、スピッコメバーはね。ね、絶対、あ、間違えました。あ、芝じゃねえよ。販路。故障するなよ。まあ、馬体重はこのぐらいでいいんですかね、510キロあたりと。はい、タフボーイは疲れとるよ。な、報告出さないとね。報告出します。忘れてたね。ね、ちょっと、かわいそうなことしたな。まあスプリンターズステークス出して、まあ、おそらく勝てないと思って引退ですね。まあ、オドローもね、あのちょっとね、負担重い金量ですけど頑張ってほしいなっていう。ね、パパ頑張っとるな、このパパはな。行きましょうか、翌週。さて、収集はね結構熱いですね。白山ムーンにエイシンバーゴヘッドライン、まあそこそこですね。まあ、63キロでどうですかね。行きましょう、レース。さてね、外枠の方が有利なんでしょ、スイッチ版。まあ関係ないから、スイッチ版の場合はね。まあでも外に寄っていくんでね、リアルですよね。スタートしました。ちょっと遅れ気味かなね。前入られましたね。まあただ外にいて、ね、どうですか。
その後は4番スキップでいきましょう、はい、ちょっと苦しい位置ですよこれ。 1000m で前詰まらないでくれよっていうね、スタート大事ですよねやっぱり 1000m は。うん、63キロでは致し方ないのかなっていうね、うん、完敗です、はい。これはね、まあ、ね、うん、この後どこ使いましょうかね。まあ、金量考えたら北九州記念とかどうなのかな、ハンデ戦ですよね北九州記念って、うん、あそうか早いとこ出さないとね。アマシャン2級ですね。アマシャンの子供の割には万世なんや ね。この馬ねパワーがないから胸前がちょっとへこんでね、ペチャパイなんでね、どうですかね。うん、小倉記念、いいね、いいね。反路でね、ちょっと行きましょう。ね、ミラクルジョッキー、戸崎啓太で、はい。ダヴィンチコードもね、2000メートル楽しみですね。うん。うん、誰の今日、丸山ジョッキーね、イケメンの丸山ジョッキー、はい。シルフィード新馬戦ですね、1400メートルと、はい。誰にしましょう。うん、どうしようかな、石橋ジョッキーってあまり乗っけてなかったで、石橋ジョッキー乗っけよう。うん。ね。あ、サリちゃん気球ですね。ようやくですね。これ、まあ、ダート得意って言われたらしいんで、ダート使いましょうか。ね。うん。ダートから上げようかな、っていう。やっぱりでも、調教は自分でやった方が良くない？成長期は。案外さ、馬なりとかいっぱいやるでしょ。コンピューター。馬なり、あまりね、能力上がらないんで、自分でやった方がいいんじゃないかな。うん。ね、成長期はね。さて桜吹雪ね置きましょう。うん、まあ販路やりますね。ちょっと太めですかね。太めでもいいかね、はい。まあ、輸送ですからね、輸送で馬体重減るのでちょうどいいかなっていう。それでね、踊ろうはまだいけるよね、うん。まあスプリント得意だからね、北九州記念は出せるっちゃ出せるね。これ使おうかね、ハンズ戦。うん。こっちの方が金量軽くなると思うんでね。まあ、ハンズ戦使います。うん。まあ、それでダヴィンチコードちょっとダートやっておきましょう。はい。まあ、ダートね、2000メートル持つか分かりませんけど、ダートやります。うん。オッケー。それで、ね、8月までに勝たないと、まあ、レースできない、まあ、誰だっけ。入球させないといけないんだ。放牧中なのかな。あ、ストレッチマンか。ストレッチマン忘れてるわ。中京してんのこれ。ねえ。ほんまはもうダメだと思うんだよな。だけど。ダメだと思うんですよね、正直。うん。ダートは普通にこなすそうです。どうですか？あ、出しましょうね。はい。一勝ぐらいはしてほしい。ダート普通か。ひずめちょっと小さそうだけど。うん。このまま距離は持つの、まあ、ルーラーシップとポンコーリンだからね、両決なんだけどね、距離は持たないかもしれないね。うん、まあ、未勝利戦出します。うん、1200m ね使いましょう。まあ、ミラクルジョッキー戸崎啓太でいきます。はい。それで入球だよね、入球やりましょう。マスちゃんの入球です。名前何にしましょうか。女番長。女番長って僕は見たことないんですよね。見てみたいな。どんな感じなんですかね。ね。女番長。はい、いいですよ。はい。ね、ヤギさんの娘さんが女番長になったらいかんからな。やっぱり立党に出ましょう。はい。女番長。まあ、エピファネイアとマスちゃん。マスちゃん G ワマだからね。ね、はい。まあ、行きましょう。うん。さて、ストレッチマンですね。ストレッチマン逃がした方がいいんじゃないこれ。ね、逃げるわ、もう。先行はいいかな。先行で行こうか。はい、行きましょう。レース。うん、まあ、サクッと行きましょう。コースタート。ね。まあ、ここで勝てないのであれば、もう厳しいかなっていうね。うん、ちょっと完敗ですもんね、これね。距離はどうなのかな。まあ、力が足りないなっていう。やっぱり。行っちゃさせようか、ね、ちょっと苦しいですね。
ストレッチマンね、えストレッチマンはやっぱり補欠だったかっていうね、運動には向いてなかったんだねストレッチマンは、うん、なんかねシンパシーを感じます運動向いてないやつもいるんだよ競走馬でもね。さてシュフィードもねダメですね。アーモンドアイか、アーモンドアイがいるんだ ね。アーモンドアイ以外はそんな強い馬いないんですけどね、うん、これショーレース、これもサクッといきます。アードモンドアイとね同世代の牝馬って言ったらやっぱりかわいそうやな、うん、ねちょっと不運だよねアーモンドアイと同世代って。2歳新馬、芝 1400m、 コンディションは良。まあスキップできます。スタートしました。食い下がるサモアーレ、ね、早くも先頭ですからね、アーモンドアイね。アーモンドアイ粘る、単独先頭はアーモンドアイ。やっぱり強いなっていうね、アーモンドアイがねやっぱりね不利なく走ればほとんど勝つんでしょ大体ね、うん、まあだから強い馬がね不利とか受けなくなったら強い馬が勝つよねやっぱりね。ちょっとシルフィード苦しそうやな。オペラオーサンクでしたよね確か、ちょっと苦しいんじゃないでしょうか。さてダヴィンチコード、あ距離やっぱ距離持つんだこれはね、あの引退させなくてよかったね、距離持つんだよ。まあ、成功できます。レース。ねえ。中距離馬だ、これも。さて行きましょう。馬場綺麗ですね。おそらく不利はね、先行なら受けないと思うんで。うん、まあ、ただ先行馬多かったんでね、後ろの位置になったら分かりませんね。しし、あ、いいスタートね。はい、普段も絶対不利受けないと思うんで。うん、さあ、先頭立った。いけいけ。ちょっと手応えないよ。手応えないよ。させさせ、根性見せろ根性見せろ、ダヴィンチコード根性根性根性、させさせさせ、一気にけ一気にけ、ちょっとスピードが足りないのか、スピードが足りないのか、根性が足りないのか、差し返せ差し返せを差し返したね。よし、距離全然大丈夫ですよね、スイメージもね、ただ力があるのかといえばそうでもないなっていうね、心象でしたね。まあね、そんな力は感じません。ただ距離はね全然このぐらいの距離の方がいいのかなっていう、さて桜吹雪ですね。まあ印は58キロですか、トップアンデラブリーレート、トップアンね、トップアンデ並んでると、まあ、マイネルラクリーマーラストインパクト、まあ力はついてきたんだなっていうね、印は結構ついてるのでね、まあ先行でいきましょうか。レース、58キロちょっと重くない3歳馬でさ、ね、さて馬場綺麗ですね、はい、小倉まあ、ちょっとレース見ましょうか久々にね、全部小倉記念芝 2000m、 コンディションは良。まあ外枠の方がやっぱりいいよね、ね、アップデコもね、差し馬やっぱり外枠の方がいいと思うんで、ね、11番方法レーサー譲りません。まあでも不利とかね、逃げ先行にしてたらもう不利あんまり食らわないんで、本当に気軽にね、なんかストレスたまらず見れるようになったなと思いますね。その外17番サンライズベガ、10番、まあでもこれちょっと不利食らいそうな位置にいますね、ちょっと ね大丈夫ですかね。ちょっとねこういう時ってさ、リアルの競馬でもなんか先行させてるのに下がっていく時って大体負けるよね4番ラストインパクト、これからバックストレッチに向かいます、ねえレース見てちょっとなんかやる気あるのかなみたいな時ありますよね。前半の 1000m は59秒2、これ不利食らえそうな位置ですね。59秒2はちょっと早いかもしれません。早いよねスイッチ版だったら、差しがはまるかもしれませんね。さてここからねどういうね直線ばらけると思うんでね、アップデコなんでばらけると思うんで、まあ大丈夫じゃないかなこの位置だったらね。まあ大丈夫ですけど、ラブリデーが外から伸びてきて手応えがあまりないんだよね。まあでもしぶとく伸びてきて、さっさっさっさ、一気に行け、一気に行け、さっさっさっさ、来た来た来た、来てる、直線は短い、ちょっと伸びないよ、伸びないよ、なんで、なんで、ダメですね、完敗ですね、ね、力負けですね、58キロはちょっと重かったんじゃないのっていうね、56秒ならレコード、まあ、現状の力負けという感じがしましたね。まあ、この後、先頭と記念行かせます。はい。がっかりでしたけど、まあ、これからですよ。
さて、ターちゃんですね。ターちゃん期待しております。芝でもね、おそらく走ってくれると思うんで、うん、まあただ距離がね持たないのかもしれません。やっぱ勝てるジョッキーね、川田ですかね。うん、ミスターサイボーグって言ってたよね。ね、懐かしいな。モーダビサが発売されてからね、何ヶ月経ちました。12月発売だからもう4ヶ月だよね。うん、もうダビサ実況をやられてる方は少ないのかな。どうですか、もうクリアまでやられた方います。僕みたいな実況形式はあまりいないのかな。ね、さてダヴィンチコードちょっと予定決めましょうか。3勝クラスまでね上がってきたんでね、まあ、2200m 使ってみようかね。日本海ステークス、はい、2200m こなすんじゃない。よくしゅう、うん、マイスタイルはね、まあ、強敵ですよね。まあでもね、総合重視20万の待ってるんでね、やれるんじゃないか。まあただマイスタイル逃げだからね、ちょっとガチンコでターちゃんも逃がすわ。うん、ガチンコで勝てよ。ノリさんと川田ジョッキーのね、あのガチンコですよ、ガチンコ勝負。うん、さてババがちょっと重そうですね。ややも、あ、重ですね。行きましょう。新潟競馬1レース2歳未勝利、まあ、ターちゃんは重ババは大丈夫かな。コンディションは重、スタートしました。7頭ほぼ揃いました。マイスタイルですか、あれガチンと逃げたの。あーちょっと強敵ですね。ここで先頭、あ、先頭ですよ。ターちゃん、ターちゃん行け、ターちゃん行け。マイスタイルが迫ってくる。しかし先頭はターちゃん、粘ってくれ粘ってくれ粘ってくれ。力が違うね、力が違うね。勝てるよ勝てるよ、粘ってくれ粘ってくれ。なんとかなんとか根性を見せろターちゃん。よし、うん、柱も走りますよね。まあ、ただ距離がねこなせるのかこなせないのか、うん、距離の壁はあるかもしれません。力がありますね。マイスタイルももちろんね重賞で活躍する場ですから、もう重賞級の力はあると間違いないですね、ターちゃんは。ジャングルポケットだからね、距離もこなしてほしいんだけどね。このまま走りますね。さてパパドドロね、北九州記念ですね。はい、まあ、ハンデが、まあ、軽いでしょうね。まあ、横竹ジョッキーでいきます。さてダヴィンチコードね、まあ、ダートジョッキーやりましょうか。はい、丸山男前男イケメン丸山ジョッキーで、はい、まあ、ヒットラーはどうですかね。白川大空もね、引退させましょうね。はい。ね。ちょっと引退させよう。うん。これまあ、繁殖上がれるのかな。今、牧場は空いてます。あ、まあいいですね。引退させよう。ね。IoT の血を継ぐ馬なんですけど、まあいっか。ね。はい。引退させます。うん。はい。うん。仕方ありません。ね。真っ白の馬で。ね。ユードバーとかやっぱりいいですよね。うん。さて、踊ろうね。まあ、お任せでいいですかね。はい。お任せでいきましょう。吹雪をね、調教していきましょう。まあ、ちょっとね、さっきのレーザー、まあ、基本能力が足りないなというところですよね。まあ、ダートやります。はい。まあ、スピードが足りないのかなという感じもね、しましたけど。まあ、この後、ね、普通に、まあ、セントライト記念行かせます。今回セントライト記念あたりまでできるかな、ね。ちょっとね物足りない競馬でしたね。ね、小倉記念は残念でしたね。はい、まあ、ダヴィンチコードこれからスタミナやっていきましょう。ダヴィンチコードも3歳馬だからね、ひょっとしたら菊花賞のチャンスがあるんでねえのみたいな、あるかもしれねえよね。何言ってんそれじゃあいたずるわ、もうダメだこれは。ストレッチマン、お前は運動の才能がなかったんだよ。あ、BC 取るかもしれません。はい。抹消します。はい。はい。でも運動にストレッチって重要ですからね。ね、子供の頃ストレッチさせてね、体を柔らかくさせることってすごい重要ですよね。うん。魔法使いサリもね、調教していきましょう。これは結構走ると思うんでね。うん。まあでも一度故障した馬だから、そんな厳しい調教しない方がいいのかな。まあ、ガツンと行きましょう。はい。そんなこと言ってたら何もできないので、ね。うん。状態戻りましたね。ちょっと太めですけど、使いましょうか。まあ、ダート戦ですね。ダートで、まあ一勝クラスなので、まあダート戦7使います。これなんて読むのかな？
察しやろ特別違うかもしれませんねちょっと読めない地方のね、まあね、地方のさ、読めない時あるよね、地名はね。うん、ターちゃんやっぱり走るよ、これ、まあ、ターちゃん。うん、まあ、ただ、距離は徐々に伸ばして、まあ、小倉使おう、小倉2歳ステークス。はい。うん、楽しみですね、じゃあ、ターちゃんはね。はい。ターちゃん、噛むなよって。ターちゃんで噛むなよって。ターちゃん、めちゃくちゃ言いやすいよ、みたいな。さて、行きましょうか。ゆきしゅう。さて、サリちゃんね、いい収集ですね。はい。まあ、逃げていきましょうか。ね、レース。久々のレースでも仕上がってるんでね。うん。競馬6レース3歳以上ね、僕はね、魔法使いサリーダート向きって言われた記憶全くないんですけど、コメントでね、教えていただいてね、皆さんのが覚えてるというね。まあスキップできます。さてね、先頭立ってますよ。粘ってくれ粘ってくれ、引きちぎれ引きちぎれ、ちょっと黒い星が来ましたよ。大丈夫でしょうか、果たして。粘ってくれ粘ってくれ、ちょっと外から差し馬が来ている、さし馬が来ている。粘ってくれ粘ってくれ、ちょっと苦しい競馬になった、苦しい競馬になった、粘ってくれ。なんとか勝ったんじゃないのね、なんとか勝ったね、勝ちましたね、はい、こういうのヒヤヒヤもんですね、内外分かれてね。うん、まあ一勝クラスはね、まあレベルが違いますよね。あ、エロコン出たのに粘ったんだね、へえ、将来有望だね。さて、ダヴィンチコード 2200m どうですかね。やっぱり 2000m までぐらいのがいいのかなね。まあ、先行でいきましょうか、まあ、マスクゾロ、ドラゴンファイヤー、名称スザンヌ、いきましょう。まあ、3勝クラスにしてはそこまでレベル高くないじゃないね。うん、さて行きましょう。馬は綺麗ですね。内回りですよね。新潟 2200m はね。3歳以上3勝クラス。芝 2200m、コンディションは良。まあ、しぶっとい。ちょっとスタートね、遅れましたね。ね。いい位置取れたらいいんですけど。あ、でもいい位置取れそうですね。はい。挽回してね。いい感じ、いい感じ。スキップできます。うん、ちょっと苦しい位置取り、苦しい位置取りになった。こういうやっぱ前行った方がいいような感じします。まあただ抜けてこれるかな、どうですか。前の馬が抜ければ、あ、苦しいですね、はい。まあ、伸びてますけどね、距離は大丈夫そうな感じがします。はい、やっぱスタートかなね、位置取りが悪くなって、うん、伸びてますね最後までね。うん、まあでもこのレベルの馬かな、これはね。うん、さて、オドローもね、ちょっと収支が落ちてきたかもしれません。56キロで。ね、まあこれ逃がすしかないなっていう。うん、まあ、ムズスーパーフレアとね、ガリガリやり落としいなっていうね。はい。56キロで。結構重いですけど。さて、若手のホープ、横竹ね。横竹。今年あたりやるんじゃないですか、リアル競馬で。横竹ジョッキー。G3、ね、北九州記念。芝 1200m、コンディションは良。ね、意識してるんでしょうね、横山のりジョッキーも名前つけた時ね、絶対横竹ってジョッキーだったら言われるだろうなって、絶対ありますよね、横山たけしって。続きまして7番ラインスピリット、その後は9番、さて行きましょうか、いい感じですね、ね、行きましょう、スキップできます。セットと当たる 1200m だった馬が変わる、パパと踊ろうね。粘ってくれ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 、ちょっとモズは来ないね、スリップレスナイトも詰まってみて、粘ってくれ粘ってくれ、大丈夫大丈夫、いけいけ、粘ってくれ、最後刺されたのかよ、なんだよ。まあいい競馬でしたね、はい。大神サンダーってね、そんな強い馬でしたっけ。大神サンダーって全く記憶残ってないんだけど、荒れたんですかね。うん、ね、11番人気9番人気うん、ちょっとペースが早かったのかなね。さて行きましょうね、タフボーイもね、大丈夫かなこれね、放牧出すの忘れてたんでね、スプリンターステークス間に合いますかね。うん、まあ吹雪をね、セントライト記念あたりまでやりたいですね。うん、無理かな、やれるかな、まあ、やれるっちゃやれるよね、はい。セントライト記念までやりましょう今回ね、はい。まあ反路やります、うん、
半露とだと繰り返しやっていきましょうかね。はい、うん、馬体はねどうですかね。やっぱお尻は大きいのかな。うん、ダヴィンチ放牧ですね。うん、ダヴィンチもいい馬体だけどね。うん、まあ、サリちゃんが飼ってくれてね、このままやっぱりひずめ小さいよね。ダート合うんだろうね。ダートで行こうか。やっぱりひずめ小さい馬がダート向きなんだね。うん、まあ、距離がね、1007こなしました。まあ、2000m こなすまででしたからね、1008は大丈夫なはずなので、まあ、2000使おうか、これ。9月1周、鳥取特別、阪神競馬か。ちょっとありませんから、2周。あ、ありますね。8月4週はダメですね。あ、2勝クラスやね、今の。2勝クラスありますね。ちょっと。使います。釧路湿原特別。うん、寒そうやね。釧路湿原。行きましょうか。はい。あ、そう、ターちゃんね。ターちゃんはもう超期待ですからね、俺は。期待のホープのターちゃん。このまま芝ガリガリやりましょうよ。スピード上げていきましょう。このままスピードあるよ。うん。こうやって距離こなしてたら最高だけどね。さて、サリちゃんですね。はい。まあ、前走ギリギリだったですけど、まあ、入れ込んでる割にはね、頑張ってくれたんで。あ、ミラクルジョッキー、戸崎啓太できます。はい。うん、ターちゃん楽しみですね。あ、ジョッキー交代ですか。どうしましょうかね。うん。岩田未来とか乗っけようか。ね、パイセンの息子の岩田未来。ね。うん。まあ、シルフィードも未勝利ですね。シルフィードはちょっと苦しい感じがします。うん。あ、萌え萌え新馬戦ね。はい。うん。萌え萌えはね、うん、萌え系のなんか、萌え系って言ったらやっぱり松若くんだよね。ジョッキーで萌え萌え系って言ったら松若ジョッキーでしょ。タグボーイ聞きです。はい。タグボーイ、ね、使いましょうね。セントール、いける？いけるよね、これ。使いましょう。一つ叩いて、スプリンターズステークス行かせましょうよ。うん。それがいいな、っていう。まぁ、あ、ちょっとね、まあ、自分でやらないと間に合わないね、これは。タフボーイもね、G1 2勝してくれたんでね。あと1勝で殿堂入りなんですけどね。まあでも、守護班に上がってもらわないとね。上がってもらう馬なんで、はい。まあなんか1頭ぐらいはつけたいですよね。フレンチの子供なんですね。もっとダート戦使ってもよかったのかな。ダートは、まあでも、ひずめは大きいか。ね、はい。まあ、オドローもね、まあ、いい競馬だったんで、ね。まあ、スプリンター行かせましょう。うん。パパとオドローがやっぱりね、G1 取ってくれたら嬉しいですけどね。ちょっと無理かな。うん。ね、頑張ってますよね。うん。まあ、吹雪ね、調教していきまーす。まあ、ダートやりまーす。うん、状態いいですね。うん、サリちゃんね、供給しましょう。サリちゃん何がいいのかな？ちょっとスピードやりましょうか。はい。ダートもやっぱりスピードは必要でしょ？あ、ちょっと気合の抜かり足りない。なんで？OK、やります。これで勝てるのかどうか果たして。まあ、使いましょう。はい。ターちゃんですね。ターちゃん、動きまーす。行きましょう。はい。芝田の卒業ね。スピード抜群のターちゃん。よくシュール。まあ、シルフィードはね、ちょっと苦しいですかね。芝日記32レート。まあ、レース来ます。さて、大幅みたいですね。芝1200m、コンディションは重。まあ、スキップできます。ちょっと、大丈夫、今、スタート。大丈夫ですね。はい。先頭はサウンドテーブル、バイザー外から追い上げる。さてさて、チャンスある。いけいけいけ。ってことあるよ。来れるよ。刺せるよ。いけいけ。ダメですね。バイザー。ちょっとこのまま送りそうな感じがしますね。
モエモエもね、まあ、スノードラゴン G1 馬だからね、まあ、出資ついてるんだけど、あの総合重視か無重視っていうのはどうなんでしょうか。レース来ます。うん、行きましょう。これもね、正常型4月だったっけ、デビュー入球が。コンディションは良、まあ、スピード的にはちょっと出遅れ気味のスタートで大丈夫でしょうか。まあ芝戦から勝つのは、ね、難しいと思うんですけど、まあ頑張ってほしい。スノードラゴンか、ね、あでもいい足使ってます ね、うん、あ悪くない悪くない。スノードラゴンはね、はい、まあ、G1 馬ですから、はい、うん、悪くはないんじゃないですかね、うん。さてサリちゃんね、やっぱり収支が上です ね、まあ、先行でいきましょうか、ね、はい、レース僕のナオミ、ね、さていきましょう。ちょっと荒れてるんだな札幌競馬。札幌競馬は使わないか、ね、3歳以上2勝クラスダート 1700m。 こういうの芝確認させるってところがミソですよね。なんか一応役に立つじゃないですか、あれ芝をちょろっと見せることでね、ダート戦ですけど、まあ、スキップでいきます。外枠だから ね不利はないので、先頭立ったんで待ってくれ。ちょっとね手応え悪いですよ。手応え悪い、ちょっと真ん中の馬のがね手応えいいので、うん、敗れましたねこれはね。印の面ではねちょっと上かなと思ったんですけどね、僕のナオミがね、うん、大きな馬なんですかね。こんなこと言ったら怒られるの、ね。ちょっと完敗でした。金量が軽い割にはね完敗でした、はい。さてターちゃんね、あ悪くないですね収支ね、はい、全然悪くないね、うん、岩田未来でね、金秋雪姫トリプルエース、ワンカラットね、ワンカラットはもうね重賞勝つまでですから、ベルカントラウダシオンと、はい、まあすでに重賞級の力はあるということですよね、はい。まあ逃げていきましょうかね、レース。さて早くもね重賞級の力がね、確認されてしまったターちゃんね、アンバーワーですね。小倉競馬10レース、うん、ちょっと距離が持てばねクラシック乗れるんでしょうけど、距離がどうですか。ジャングルポケットの子供なんでね、ジャングルポケットって言ったらステリア結構出したんだ、ちょっと遅れ気味です ね、距離持ってもおかしくないと思うんですけど、マイルは持つでしょさすがにね、スプリンターの決闘ではありませんからね、うん、まあねベルカントとかね、この辺りは生粋のスプリンターですからね、ワンカラットとかね。さて、まあまあ思ったったっけこれ、ね、どうですか時計は。ワンカラット一気に差し引きそうやねこれ ね、そう差しはまりそうな、ね、ワンカラットと叩き合えたら最高だけど、ちょっとターチャー苦しいか、ターチャー苦しい、ターチャー苦しい、あでも頑張ってる、粘ってくれな、ちょっと苦しいか、ちょっと苦しいよこれ、ちょっと前太されたしね、え、まあ、ちょっと距離伸ばしていきましょうかね、はい。決闘的にはスプリンターじゃないですよこの馬ね、決闘的にはスプリンターじゃない。さて行きましょう、タフボーイですね、うん、まあ合わせ前やっていきましょうね、まあ、戸崎啓太ジョッキーでいきます、うん、まあ、お世話でね、ガリガリ絞っていきましょう。うん、よし。もう一回ね、はい。うん、戻ってきましたね。オッケーオッケーオッケー。まあ、これでね、楽しみになりました。はい。うん、あと、吹雪はね、ダートやりましょうか。はい。うん、もうちょっとね、馬体増えてほしいところだけどね。増えてほしいところだけどね、うん、まあサリーちゃん、まあ、ちょっと芝使うか、うん、ちょっと今の惨敗はがっかりですね、うん、1008つかましょうか、白井特別、はい。ターちゃんはね、あ、いや、あまり、あれか、タフさはないんだ。3戦使ってバテるのか。まあ、ほぼ出します。
たーちゃん楽しみですね。うん、行きましょうか。よくしゅう。さて、タフボーイね、やっぱり収支は落ちてきてるんですよね。まあ、ね、ミスターメロディー、エピスやローム。事実にしてはレベルはそんな高くないね。うん、チャンスはあると思います。逃げてきます。レース。さて、まだ力がね、あるところを見せてほしい。タフボーイ。阪神競馬10レース。G2、セントウルステークス。芝1200m、コンディションは良。スタートしました。まあスタートがもうね、ま、ちょっとつぶさが出てきてるんですかね。6番ラインスピリットかわして先頭。まあでも行きましたね。戸田ジョッキーなんでね、行ってくれますよね。うん、ちょっと引っかかったらあかんで、引っかかるんだよな最近ね。その後は11番アンバルブライデン。まあ1000m、ごめんなさい、あの600m 通過がね、何秒ですか。14番ラブカンプー。外から上がるのはイベリス。うん、早いですよこれは。早いよこれ。絶対持たないよこれ。33秒、これ逃げたらあかんで、粘ってくれ粘ってくれ、力力バテたんじゃないですかね。ちょっと33秒後で行ってしまったね。リアルではね、まあ普通ですけど、これはダメですよ。ダビサではハイペースですよ。33秒後はね、まあ、次引退レースですね。うん、ちょっと厳しいかもしれません。はい、さて桜吹雪ですね。うん、まあ、ちょっと馬なりでやろうか。はい、戸田啓太できます。ここはね、力を見せてほしいなっていうね。魔法使いサリーも久々の芝のレース、戸田啓太ミラクルジョッキーできます。はい、女番長デビューですね。女番長8月1週入居なんで、まあ、晩成遅めかね。はい、ルメルで行こうか。ミスターパーフェクトね、クリストフールメール。うん、女番長も短距離バーなんですかね。まあそれでね、まあ、タフボーイはまあスプリンターズテックスね、登録しておきましょう。ちょっともう苦しいかもしれません。うん、二頭立ちですね。うん、まあそれで吹雪はまあ芝炭素なりでいいか。はい、うん、まあ状態はいいです。人叩きしてね。はい、うん、まあそれでサリちゃんね、久々の芝のレースで、まあ芝やりましょうか。はい、うん、疲れが溜まってると。まあ行きましょう。よくしゅう。うん、女番長はまあちょっと難しいですかね。レッツゴー。こんなもんね、遅めなんでこれからですよ。競馬2レース、うん、まあスキップできますね。芝1200m、コンディションは良。スタートしました。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はレッドサクヤって、ここまあそこそこ走ったまかな、ね、わずかに先頭か。ここからあ、来た来た、いけいけ、さあさあ来てる来てる、うん、伸び足がいい、来てる来てる、うん、いい差し足、いい差し足、ここでさあさあさあ一気にさあ一気にさあ、よしわよしよしじゃねえ。まあでも悪くない仕足ですね。ね、これも伸びる可能性あるんじゃないかな、ね、悪くないですね。うん、さてサリちゃんやっぱりダートか、ね、2色クラスでこの CC っていうのはちょっと苦しいのかな、ね、あれ、行きます。スキップできます。中山競馬6レース3歳以上2勝クラス芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。オスカールビー、うん、まあいい位置、させ、うん、ちょっと根性がないのか、うん、やっぱりダートかね。オークス向きって言ったこれもあったんだけどね、芝はやっぱりダメだな。うん、まあ完敗ですね。ちょっとこれだ、芝は使えないなっていう。さて、セルトライト記念ですね。まあね、ステップエリオがね、あの内枠で粘るんじゃないかなという。まあ逃げで行かせようか。逃げで行ってもステップエリオとさ、シフフェリオとね、ガリガリやってほしいなという。あとクリンチャー、サザンパテックね。まあクリンチャーも強敵ですからね。どうですかね。まあでもいい印ついていますからね。はい、行きましょう、レース。ガリアリーやり合ってくださいよ。ね、スチッフェリオがやっぱり強敵だと思うんで、スイカットしいなっていう。うん、まあ、うちは荒れてないですね。中山競馬10レース、
G2 セントライト記念芝 2200m コンディションは良、うん、いいスタートスタートしました。高ダッシュは平木 D クリンチャー、うん、逃げる形になりましたね。まあ逃げてもいいんで、ね、逃げてもいいんで花を奪いに行きます。先行でもよかったけど、まあスチフェルをまあいい位置やね、はい、11番クリンチャー方位につけています、うん、まあ逃げる形になりましたね。1番スティッフェリオ、うん、外を抑えて6番ちょっとペースがね速くなければいいんだけど、ちょっとペース見てからスキップしましょうか。で 1000m 通過1分以上がいいね。やっぱ1分1秒ぐらいがいいんじゃないですかね。 2200m は真ん中あたりにつけています。そのうち10番1分切るようだったらやっぱりハイペースですよね、このダビスタースイッチバンドは。外を抑えて13番、まあでもね、短期逃げができているので、3番サトノラーゼン折り合ってね、しっかり距離は大丈夫でしょう。4番サングラス外を抑えて、うん、いいペース、うん、いいペースですね、これはね。通過タイムは1分1秒、はい、うん、さすがミラクルジョッキー、ズバキ・ケータ。12番湘南ラグーン最高峰、これは残るんじゃないですか、ね、短期逃げで。ここから先頭までは10馬身以上、スティッフェリオがどこまで迫ってくるか、ね、うん、前の競馬じゃないですか、ね、1番スティッフェリオ、ね、7番ランフォザローゼス後位をキープ、外を抑えて11番クリンチャー、続きまして、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ちぎりましょうよ、ちぎるのは無理か、さすがにちぎるのは無理かな。ただこのままね、あの加速力がないので迫られるのかな、ね、加速力がないですから。あ、でも先頭粘って、いけ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 、スピードスピード見せろ、スピード見せろ、ちょっとやばいやばいよこれ、バッタンじゃないの、バテたね、これバテたわ、あれどういうこと、どういうことこれ、押し切ってゴール。あれ。番どういうこと？二着サダムカテク、三着ランフォザローゼス。距離長いの？それはないよね。ペースは速くありませんでしたし、まあ距離長いとは言われてないので。ここまでね、あのバテてしまうとね、逃げが向いてないのかな、ね、逃げが悪いのか、戦法が悪かった、これから逃げはやめますね、はい、うん、逃げやめよう、参ったわ、あ、なんかね、なんか盛り下がるよね、いや16着ですか、もうちょっとびっくりしたわ、菊花賞行かせない方がいいかな、ねえ、どうしましょう、まあ、機械賞を出して行かせたいんですけど、うまいこといきませんね、うまいこといかないわ、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。